FD-2 電探を装備した夜間戦闘機、月光。機種に4本の送信、受信用アンテナを装備する。18式2号無線電信機とは、第二次世界大戦末期に大日本帝国海軍が開発した航空機搭載用レーダーである。記号呼称で FD-2 電探とも呼ばれる。旧称は18式6号。海軍航空技術省が夜間戦闘機用の接敵電探として開発した。1943年末に製作に着手、1944年5月に試作機が完成した。実用実験を行ったものの能力不足のため兵器、採用はされず、最終的に研究は中止となった。重量 70kg、使用波長 60cm、出力 2.5kW の小型電探で、距離、方位を正確に出すことができる、等間度方式を採用した。カタログデータ上の性能は、対艦船に対して、探知距離 20km、中型航空機の探知距離は1機を対象として400メートルから3000メートルだった。方向精度はプラスマイナス 0.5 度。搭載機種は月光と銀河である。月光の搭載例の場合、機種に4本の送受信アンテナが配置された。上下に付けられたアンテナは発信に用い、左右のアンテナは受信に用いる。さらに偵察員席に陰極線間方式のスコープが取り付けられた。日本の戦争末期の工業能力は、シーレーンを断たれたこと、徴兵による熟練労働者の不足、空襲などによって著しく悪化しており、真空管、その他部品の工作不具合と材質の劣化により、製造された機器も動作不良や性能の悪化が激しかった。大戦中の日本のエレクトロニクスによる夜間迎撃例としては、1945年4月1日から14日、横須賀海軍航空隊が B-29 を迎撃したものの、戦闘空域に到達せず敵の探知にも至らなかった。この戦いでは、地上用捜索レーダー113号電波探信機、月光搭載の FD-2、陸軍の誘導レーダーである、タチ13号、タキ15号が投入されたが、いずれも実用レベルには達していなかった。本レーダーの探知例は一戦部隊として最高の整備能力がある横須賀海軍航空隊の迎撃において B-29 を 3km の距離で探知に成功した戦闘があるのみである。成績が不良であることから一戦部隊では本電探のほとんどが除去されたが、アンテナ部分のみは残された機体が多い。生産は東芝で行われ、約100台を生産している。ありがとうございます。